皆さんこんにちはストロークラボ代表の金子です。今日はですね、前回お伝えしたコアスタビリティ3システムのですねあの、特にアクティブサブシステムと呼ばれる金群に絞ってですね、その中の4つの役割を中心に説明していきたいなと思います。でまずですね、これがコアスタビリティに主に関連するですね4つの金群を大まかに挙げています。まずこの1番目のですね、 このの番目の横隔膜です横隔膜をまあ屋根としてです、ね、横隔膜というのは非常にこの呼吸等でも関わってきますし腹圧を高めていく上で非常に重要な筋肉になりますのでこれへの理解ですねで次がまああの、まあ、前方のです、ね、腹筋群であったり、まあ、腹斜筋群の方になってきます。 で、次、三つ目が、えっと、この脊柱起立筋ですね、や、電筋の背面で、まあ、四つ目が、この、まあ、床を担う、まあ、骨盤底筋群と呼ばれるところが、まあ、えっと、まあ、コアスタビリティの、じゃあ、ど、どこの筋が弱いのかとか、どこを高めていこうと、あの、行けばいいのかっていうのの、まあ、指標になるんじゃないかなと思います。で、この中のですね、筋を細かく説明していきたいなと思います。まずですね、まあ、この共用筋膜というのを、えっと、述べさせていただきます。 でこの共用筋膜はです、ねまああのまあ、英語でもです、ねまあ、よく書かれているんですけれどもストラップ機能なんですよねそれがです、ねまあ、日本語に訳すと非常にこう天,然天然のです、ねまあ、背面にこう携わってくるストラップで、まあ、腰椎のです、ね、筋を網目状にです、ね、取り囲むストラップとして機能します,でです、ねまあ、これが、えっとまあ、3層ですねここに書いていると思うんですけれどもあの前中後のです、ね、3層に この共用筋膜というのは分かれこれがです、ね、もう脊柱起立筋であったり腰方形筋であったりこの大腰筋だったりですねこうした筋肉にこう様々にこう取り囲むような形になっていたり あとこのもちろん、ですね、こういった腹横筋や内腹斜筋といったですね、非常にあの内部の腹圧に関連してくるのと密接に関わってきますので、教養筋膜、の後ろ側の背面筋なんですけれども、非常にですね、前面等やですね、呼吸等にも影響してくる重要な筋膜になります。 さら、ね、にこの筋膜はです、ね、あの2層のです、ねまあ、薄い膜に構成されてです、ね、こっちがまあひょ、ね、表膜と心膜ですね、表膜がこうやってあの上から下に行きますし、心膜はここ下から上にというふうに,このようにこう巻きついているような形になっていますので、でですの,で、ねまあ、あの当然こういったところは、まあ、心部筋のれ、ま、裂、あ、筋やです、ね、凹凸関筋や、ね、極関筋とかあると思うんですけれども、そういった一つ一つの筋 菌やですね脊柱一つ一つにこう絡みついていますので、かなりですねあのこれらの菌収縮で,ですねあのフィードバックを提供する,するですね、まあ、固有需要機関としても重要な役割を果たしています。でこれがですね、あのまあ、筋膜の,あの共用筋膜の、まあ、大まかな図になるんですけれども、えっと これですねであの、まあ、筋膜も僕もです、ね、筋膜のこう専門家ではないのであの、まあ、ちょっとあの簡単な論文の中から抜粋したものをちょっと今日参考にあの僕も勉強になったのでちょっとご紹介させていただくんですけれどもまずですねこの表層レベルですね身体を取り囲むこう表層レベルの筋膜というものとこのです、ねまあ、ディープもうちょっと深くあの入っていくですねこれは筋骨格系ににをこう取り囲むですね でこの3番目はですねこれですねあの筋あの神経系を取り囲むあの筋膜ですねで最後はこの内臓系を取り囲むこの筋膜というふうにですねあの4つの筋膜が分かれているので、まあ、あの表面やです、ね、筋肉だけではなくてやはり神経系や内臓というところにもあの筋膜はあの関連しているっていうことを意識する必要があります。 当然、もちろんね、筋膜の滑走不全等が起こってくると、やはり神経のですね、 あの伝達等にも当然影響してくるでしょうし、まあ、あの僕もあの、ね、内臓のことに関してあの専門家ではないんですけれどもよく患者さんの腹圧やです、ね、体幹治療をするとまあ便通が良くなったり、まあ、胃のムカムカが消える方とかですね、まあ、そういった方はよく臨床で経験しますので、まあ、そういったのも少なからず筋や筋膜を介して、まあ、内臓等のあの。 まあ位置であったりですね、機能に少なからず貢献しているのではないかなというふうにえっと考えています。やっぱ筋膜というのはですね、こういった CT や MRI 等でもですね、検出できるようなので、詳しくはもうこれ全部筋膜の 話な、なってきますけど、これ、まあ、あの、そして、これ全部筋膜ですね。まあ、こういった、あの、筋膜っていうのも、あの、この画像で見,あの見る方法もあるようなので、まあ、そういったのもね、あの、詳しい方は、ね詳あの、知ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、勉強していくと、より筋膜の面白さが出てくるんじゃないかなと思います。 ですね、で次にです、ねまあ、腰椎を進展させる菌のです、ね、今度脊柱起立菌の、えー、とお話をさせていただきたいなと思います,です、ね、脊柱起立菌はです、ね、主にまあこの知っておかないといけないのがこの、まあ、いわゆる脊柱起立菌群と呼ばれるようなところと局所菌群ですねこの局所と、まああのですね、そういった全体の,あのグローバルとローカルな部分でまあ構成されています。 ですねまあ、の腰椎領域の脊柱起立筋は、例えばこう最長筋と腸肋筋ですね、この2つがまあメインになってきます。でこれらはですね、まあ、実際にはあの胸,腰あの胸椎の筋、ね、群で骨盤にまで付着する長い腱を介して腰部に作用します。ですねまあ、このようにですね、あの今、えっと、こういった例えばですね、まあ、最長筋であったりですね、 あのこういった、えっと、腸肋筋等の,あの筋肉ですね、こういったのをこう上げていますけれどもあの、先ほどもお伝えしたように、ですねあの、まあ、胸椎の筋群なんですけれども、非常に長いモーメントアームを介して、ですね、まあ、腰椎にも作用して、ですねこれらがまあ屈伸等で非常に重要な役割を果たします。一方で、ですねあの先ほどお伝えした局、ま、所、あ、筋群ですね、この凹凸感や回線筋。 多裂筋や極寒筋ってご存知だと思うんですけれども、こうしたのはですね、長い大きなですね、モーメントがない分ですね、豊富な筋膨水によってですね、脊柱の分節管のまあ長さや調整やまあ位置をモニターする役割を担っています。ですね。ですので、患者さんでもですね、非常にこの深層筋等の筋群の活動が あの、落ちてですね、この長いモーメントアームを過剰に使っちゃう方もいらっしゃいますので、まあ、もちろんですね、長いモーメントもうまくこう、硬すぎてですね、上手に、あの、使いこなせてない方もいらっしゃいますので、まあ、治療の介入が必要になってくるかなと思います。 いろいろ論文もたくさん出ているんですけれども、脳卒中の患者さんの場合、先ほどのような深部筋等の筋群の萎縮が認められて、非常にコアスタビリティに特化した治療の重要性がいろんな論文あるんですけれども、示唆されていますので、興味がある方は、こういった脳卒中患者さんのトランクインペアメントスケールであったり、筋活動を高めていくコアエクササイズの影響等も、 これがまああの図で分かりやすいのをちょっと見つけてきたんですけれどもこういったあの細かいです、ね、ローカルマッスルですねあの多裂筋等の筋肉がこうやって脊柱に一つ一つこう組み合わせているんですけれどもこういったのがこうずれ始めると当然です、ね、このグローバルなモーメントアームのこう伝わり方等も影響してきたりですね全体のバランスが崩れた 形になってきますので、あのとにかく肩まひの人に、ですね例えば筋トレのような大きいモーメントアームを使っていくような練習やですね、えーとまあ、歩行のダイナミックな運動ですね、そういったのが必要な場面もあるんですけれども、こういったあの、まあ、スーパーイン場がです、ね、こうきちんと配列があまりよろしくない状況の中で、大きいダイナミックな運動をやっていくと、あの全体のバランスが崩れてきて、まあ、痛みであったり、腹圧が。 えっと、トレーニングしているにもかかわらず、まあ、局所だけ肩があったり、一方で腹圧が抜けてきたりですね。そういった、あの、機能的でないコア、コアのスタビリティになってきますので、えー、注意しておく必要があります。で次にですね、あの、まあ、溶鳳形筋を取り上げます。溶鳳形筋はですね、まあ、腰椎に、ま、直接付着する、まあ、大きくですね、薄い、ま、四角形の筋になります。で、この腰方形筋はですね、まあ、3つの構成要素で、こうやって、 あのなっています。このようにですね。ですね。これがまあ主にですね。まあ、あの貨車乗車とですね。ま充、あ、足からまあ、形成されてですね。あのまあ、充足及び乗車のですね。両繊維はですね。腰椎に直接的なあの影響を及ぼすことはありません。このようですね。えっとこういった。こういうこういう筋肉ですね。このえっと青いやつと赤いやつです。この緑色のですね。この。 シャ、えっと、繊維です、ね、はあのこのように骨盤の方からあの腰椎の凹凸機等にこう付着していきますのであの直接、まあ、腰椎の側屈等に、まあ、わずかにかあのか関連していくことが示唆されています。で,で,す、ねあのでまあ、論文等でも倒で、ね、尺,尺性収縮で作用する、まあ、脊柱の主要な安定菌としてです、ねまあ、腰方形菌を提唱している論文もありますので。 まあ、特にですね、脳卒中の方の、例えば、あの、座っててですね、左右に重心をあの移して骨盤をチルトさせていくときにですね、あの、居上側ですね、居上していくあの骨盤側が、全然その内腹斜筋等の活動も出ずにですね、あの、代償的な側屈になって、しっかりこの腰方形筋等の機能がですね、伴っていない、こう、即骨で骨盤を強引に股関節等で、あの、引き上げて、あの、るような、 あの方もいらっしゃいますので本当に脊柱の一つ一つに追従してですね骨盤があの居上したり加勢したりあの急伸性延伸性を行っているのかというのは非常にあの注意してあの患者さんの骨盤の機能、養蜂器筋の機能というのは見ていく必要があるかなと思います。で次にですね腹直筋ですね。 腹直筋はですね、壊す旅っていうのはご存知の通り、重要なコンポーネントとしてまあ機能するんですけれども、特にですね、やっぱ複横筋というのは非常にあの注目された機能です。複横筋というのはですね、非常にまあこう水平でこう走ってあの収縮を伴うですね、腹部の あの筋,ね、筋収縮に重要な筋肉になってきますし、まあ、単独での収縮はですねこう腹部が風船で、ね、膨らむようなですねこのホローイングインということで達成されるようですね。ですので、なんかねこうドローインというよく、ね、あのエクササイズでも出ると思うんですけれども、お腹を引っ込めていくような形ですね。まあ、あれはあれでその、当然、腹横筋も関わるんですけれども、本当にですねあのいろんな論文を読むと、 あのこの腹横筋を単独的に使えるようなですねこうお腹を膨らませていくにもかかわらず腹圧は全然抜けないというですねで脊柱があのしっかりあのセレクティブに特にまあ進展していくようなですね活動を作れるとあの腹横筋の単独的な収縮を。 あの作れるっていうふうにこのフォローイングインっていうのをこう強調されるエクササイズもあるようですので、まあ、患者さんもですね特に脳卒中の方になるとですねただでさえこうあの呼気ですね吐いていくときにトーヌスを高めていくっていうのも結構難しい方もいるんですけれどまあ、してやこう息を吸うときに腹腔筋を単独的に使ってあの風船が腹圧を高めていくようなのではかなりですねあの難しい方が多いんじゃないかなと思います。 ただですね、非っ速で一部達成できたり、麻速でもですね、よりそのまあ最初の少しドローイン等で収縮が出てきたら、それを応用させて、休憩の時でも収縮を持続していけるのかっていうところは、かなりですね、その後の,あの立ち上がりであったり歩行に重要な機能になってきますので、知識として知っておく必要があるんじゃないかなと思います。これが腹横筋のですね、 大きな大まかな図になるんですけれども、まああのの、後々のスライドでも説明しますけれども、結構、腹横筋ってこれだけ長いので、ですね上部繊維やこう中部繊維、下部繊維っていうふうにこう、まあ、分かれるんですよね。で特にこの上、中、あの下部でもですね、一概に腹横筋といっても、ですね作用がそれぞれ上部線維。あの 上部中部、下部で異なりますので、まあ、その辺はまた後々細かく説明しますけれども、例えばこの下部繊維というのは非常にこの直立姿勢であのよく収縮されると言われますので、か両方子はあの腹横筋の側痛という時に、どういう場面でどの部位を側痛させていくのかというのは、今後、しっかり知識としてまとめておく必要があるんじゃないかなと思います。 次に、まあ、この外腹斜筋や内腹斜筋等も上げていますでこの外腹斜筋はですね、まあ、代償的にもよく使われるんですけれどもあの、えっとまあ、この骨盤の前傾角度をですねこうモニターしてて、まあ、腰椎の進展や回線において遠心的に働けるかっていうのが重要なんですよね ですので、これがこう急進的にですねこう働きすぎちゃうと、よく脳卒中の方である骨盤がまあ機能的な光景というよりはこう固定的であったり崩れているような光景になると思うんですね。そういったのをきちっと外、まあ、内腹斜筋や腹横筋との活動を使いながら、この外腹斜筋が遠心的にこう伸びていく前傾を作れて、脊柱の進展がこう作れていくとかなり機能的な立ち上がり。 いやですね、歩行にも影響してきますので、まああの、知っておく必要があるかなと思います。で内腹斜筋はまあご存じのとおり、かなり腹横筋とまあ滑走繊維がこう密,密着して、機能もです、ね、結構かぶってくるところがあるんですけれども、と、ま、も、あ、にです、ね、先ほどお伝えした共用筋膜を介するまあ空洞化作用によってです、ね、腹腔の内圧を増加して、腰椎の機能的安定性に寄与します。 でまあ、特にですね、まああの、また後々のスライドでも今後出しますけれども、あのやっぱりこの ASIS で,、ね、ですね、そういったあのところの,この内側の方に腹横筋や内腹斜筋とは非常に多くの繊維を持っていますので、そこら辺の,あの触診等やですね、あの機能の,あの歩行や立ち上がりのバランス活動の場面で収縮しているのかっていうのはあのチェックできるようになっていく必要があるかなと思います。 ここではですね、まあ、股関節筋群を説明しています。まあ、主にですね、大腰筋の説明に入りますけれども、まあ、大腰筋というのはまあご存知の通り非常に長く太い筋肉で、特にアスリートなんか発達しているというふうに言われますけれども、まあ、脊柱のです、ね、安定構造をまあサポートする上で重要とされています。 でですね、ただまあよく脳卒中の方で非常にあの脊柱のバックマッスルを過剰に使っていらっしゃる方で、かつ股関節のクッキングをこう使うようなですね、代償的なあの活動になっている方だと、まあ、この大腰筋等がですね、あの非常にあの硬くなってですね、遠心的に緩められずに、まあ、脊柱がですね、まあ、安定性構造というよりはまあ固定構造として過剰に使われているケースが そうなってしまうと、まあ、脊柱のです、ね、十分な安定性をまあ保障するわけではなくなってきますので、まあ、この大腰筋や腸骨筋等ですねそういったのがしっかりですねと例えば骨盤の後傾方向に緩めたときにあの腰椎のです、ね、前腕を、えー、と過剰な前腕だけじゃなく後腕方向にも少し緩めていけるようなですね、まあ、そういった機能を持っているかっていうのがまあ重要になってきますので、まあ、そういった機能を持っていればあのまあ当然使っていくことで ここのスピードの推進等にもな,りなってきますけれども、あまりその代用筋をというふうにこう意識しすぎちゃうと、股関節の屈曲であったりですね、腰椎の前腕、骨盤の前傾等を過剰に強めてしまう可能性がありますので、注意が必要です。で最後にですね、横隔膜と骨盤テイキングに触れたいと思いますで。横隔膜は先ほどお伝えしたように、この屋根としての機能を担う ですけれども脳卒中の方はですね特にあのまあ立ち上がり等やですね起き上がり等で努力的にはったこうあの息を吐いてですねしっかりですねあの 息を吸えない方ですね、大きく息を吸っていくことや、あのあの徐々にですねこう呼吸をこうあの入っていくような、ですね一定のトーンでこう喋っていくようなことも苦手な方がいます。かなり呼吸を補助金に頼りすぎると、そういった横隔膜の機能をですねこう使い方が苦手になってくる方がいますので、まあ、そういったですねあの、まあ、腹圧のこの下方圧の部分ですね、こういった下方圧の部分をちゃんとあの作れたり、あるいはあの下方から情報の方に緩めていけるかという ことですね 次に、やっぱこの骨盤低筋群もですね、まあ、直接的にまあ触診というのは結構デリケートな部分で難しいんですけれども、座、ま、位、あ、姿勢なんかでですね、まあ、座骨結節からその内側の肛門の周囲のところにかけての、まあ、圧力がですねかなり低緊張で弱くなってしまって、座った時に骨盤の後傾だけではなくて、ですね、まあ、仙骨や尾骨レベルも含めてかなり重力方向に崩れちゃっている方があのいらっしゃると思います。まあ、そういった方はかなり骨盤筋群等の活動 も落ちている方がいらっしゃいますので直接的な介入というよりはです、ね、ハムストリングスや中殿筋などを介して間接的に骨盤底筋群に関連していく作用を促していくと中にはです、ね、尿漏れ等の改善につながる方もいますし当然、そういう立ち上がりとかです、ね、腹圧と関連して底の部分を担う機能をサポートできて機能の側痛コアスタビリティの側痛につながる可能性が出てきますので。 のようなです、ね、もう横隔膜と骨盤底筋があとこれ前最初説明した、まあ、この腹筋群の話や起立筋群あるいはまあこのストラップ的なあの腸腰筋膜等ですねそういったところをまあとにかくあのボックスのような形でこうイメージして介入していく必要が重要かなと思います以上ですご視聴ありがとうございました、えー、参考になった方はチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いします ストロークラブではですね、自費リハビリや両方教育を進めていますので、興味がある方は検索していただければ幸いです。ありがとうございました。